金納遺跡は、山梨県海志大市城にある遺跡。縄文時代前期末から、縄文中期と、弥生時代後期の集落と墓域を含む、集落遺跡。縄文前期末、中期の住居跡や土工弥生後期の住居跡や方形、円形集合墓、古墳時代前期、後期、平安時代の住居跡などが検出されており、特に、弥生後期の集落としては、 山梨県内最大級のもので、多彩な湿度異物を伴っているため注目されている。金の尾遺跡金の尾遺跡は、甲府盆地の北西部、奥秩父山地に属する金峰山から発し地域を南流する荒川右岸に位置する。立地環境は、荒川線上地南端部の中石地上、また、西部の赤坂台地との境界を流れる区川佐岸の自然堤防上で、 標高は285メートル付近。遺跡の規模は南北400メートル、東西300メートルの範囲と想定されている。周辺は住宅街で、周辺には小竹大石、三枚堂遺跡、末ポ遺跡などの遺跡が分布している。縄文時代の集落は、大地や戦場地上に立地する傾向にあり、盆地底部に立地する遺跡数が少ないが、荒川右岸地域では、 縄文時代の遺構、遺物は、原越遺跡や松野遺跡、甲府市の上石大遺跡などで住居跡や遺物が確認されており、金の遺跡からも中期の住居跡発見が確認されている。弥生時代の遺跡は、周辺では分布が少ないが、古墳中期前半まで継続した金の遺跡は、荒川右岸地域だけでなく、県内全域においても笛吹市の見洗い、 沢遺跡などとともに代表的な弥生集落として重要な位置を占めている。古墳時代には原越遺跡や松野尾遺跡、五竹大遺跡などが存在し、東遺跡からも古墳時代の遺物が出土している。甲府盆地における古墳の築造は、曽根丘陵地域において前期古墳が展開するが、古墳後期に至ると荒川右岸地域にも後期古墳を築造する勢力が出現する。 金の尾遺跡近辺に古墳の存在は見られないものの、荒川佐岩では、万寿森古墳やか、ボーナツカ古墳、仙塚、三宮古墳群、赤坂大地の赤坂大古墳群など周辺には、盆地北西部における勢力が分布している。松の尾遺跡では、古墳後期の遺構、遺物が出土しておりこれらの増母勢力が背景に存在したと考えられているが、金の尾遺跡では、 古墳後期の住居跡1一件のみが確認されている。なら、平安時代に至ると、荒川右岸地域における遺跡数はさらに増加する。金のお遺跡周辺では明瞭内向が見られないものの、古代海の国の内盆地西部の駒群に否定される。この地域では、駒群家の候補地である松のお遺跡において、牧書土器や根動物が出土している。さらに、海の四天草には、 天狗沢が用跡が所在し、供給地は不明であるものの古代寺院に対して瓦を生産していたと考えられており、駒群において重要な地域であったと位置づけられている。また、貝野市島上城一帯は、松尾社用、島層の中核地域で、中世には荒川湾地域を考えする上城関が流れ、古くから開発された地域であったと考えられている。 金の遺跡は1977年に中央自動車道の建設計画に際して発見され、1987年の第一次調査以来、山梨県埋蔵文化財センターや四季島町教育委員会により2004年まで7時の発掘調査が実施されている。周辺は旧四季島町域南部の住宅地であるため、いずれも宅地造成など開発に際して行われた。 緊急調査で調査区域は隣接したものではない。中央道建設工事に際した1987年の第一次調査では、県埋蔵文化財センターにより89年まで工事区間の調査が行われ、8000平方メートルの調査範囲で、弥生時代の住居跡32件、方形、円形集構墓17基土工や V 字工などの遺構が検出され、 中部高知系土器や東海系土器、縄文時代の住居跡発見などが出土した。弥生時代の住居跡からは、弥生時代には、珍しい土偶が出土している。第二次調査以降は、四島町教育委員会が主体となり、1990年には、マンション建設に際して、遺跡北端にあたる地点が、1992年には、町道建設に際して第一次調査地点の、 南側地点の調査が実施された。1993年には遊戯施設建設に際して第一次調査区の北側地点が、1997年には町営住宅、民間施設の建設に際して6時までの調査が実施され、官号の一部などが検出された。2004年には民間遊戯場建設に伴う事前調査が行われ、 第一次調査区の北側隣接地域から、弥生時代の修行母、集落南側を囲む、溝城以降、古墳前期の修行母、5世紀初頭の壺型埴庭を伴う、低墳休墓のほか、縄文中期の住居跡一軒や、縦穴城以降一期、厚明石以降二期、土壕二期、遠遺跡における初めての検出事例となった、古墳中期の縦穴城以降三基と修行母三期、 住居跡1件、土壕4基、大付け亀などの土器類が検出されている。第5次調査では、弥生末期の壺管が出土し、6次調査では、V 字状管号が検出されている。縄文時代の遺構では、住居跡9件、縦穴状態遺構1基、厚明石遺構や土壕が検出されている。第1次調査で検出された8件の住居跡は、本遺跡において、 最古となる前期週末の13母大式機1件と、中期中央の勝阪敷機7件で、第7次調査でも1機が確認されている。縄文時代の遺物では、縄文早期の押し型分土器が、最も古く縄文前期には、定住痕跡が明瞭な住居跡が確認されているが、主体は、縄文中期。第3次調査では中期末から、後期初頭の土工23期が検出されている。 弥生時代の遺構では、縦穴住居三33棟、法啓集公募26基、坪間宿土庫、溝跡のほか、一部には、看護が存在する。第一次調査では、弥生後期の住居二23件、方形集公募15基、円形集公募2基、溝跡が検出され、四次調査では、後期住居1基、方形集公募9基、溝跡が検出されている。 住居跡は地ろや梅がめろなどを伴い、そのうち25%が消失家屋で炭化した柱や、たるき材、草などの屋根材や、焦土や炭化米などが検出されている。方形集公墓は1時で17基、4時で9基の26基が確認されており、形態はうち24基を占める方形が主で2基が円形となっている。 第5次調査では壺缶が出土しており、これは誠意で蓋のされた状態で出土し、県内で初めての出土事例となった。6次調査では、観号移行が確認されている。集落は V 字状の溝により南北に分割し、北側は母域で土壕が分布している。出土土器は中部高地系と東海系土器の混電が特徴で、地域間交流が考えられている。 また、坪型葉庭は、県内では、曽根丘陵地域の海長静河古墳や丘、鳥静河古墳、大志東丹穂古墳などの出土事例があるが、金の遺跡では低墳墓系の二号州公墓群から二重公園部が、出土し、大志東丹穂古墳のものと、類似する四世紀末から五世紀初頭にあたる、初元期のものであると考えられている。また、弥生後期の土庫内からは、 山梨県内で湿度事例の少ないスカイブルーのガラス玉7個も湿度している。ありがとうございます。